情報提供者から知らせがあったわ。どうやらまた新たな変数が現れたようね。あ、クスティック。あ、それ、おし、まや、俺に言わせりゃ上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろう。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。ケーキを終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通の奴らと同じように生きられると思うか。ふん、私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると、ケーキを終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろう。水の上の世界とはおさらばってわけさ。たく、その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。 Wait, kok gua merasa deja vu ya dengan kata-kata itu. Mana ya saya pernah mendengar kayak itu. I think you're right. それもそうだな。おい、そこの兄ちゃん。アフィリエス。おえ。そうそう、君だ。な、カードゲームは好きか。いや、あれだあれ、七星召喚ってやつだ。They say get so. When people down here play that game? カードゲーム好きってミントみたいにどこにでも生えてるよな。何言ってんだ。七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら、一勝負どうだ。 Not thanks, we are busy with other things at the moment. そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前、ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか。ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな。たまたま君を見かけて、他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思って声をかけたんだ。 Will you mind chatting with us for a moment? ああ、いいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄のことを紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。わかった、何が聞きたい。お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら、変な噂のことは聞いたことあるか。Yes, we have. じゃあ、隅っこでよく世間話をしている人がいるのは。
I didn't know that. 通路の隅でよく二人の男があれこれ話してるんだ。痩せてるのがラベリューヌ、太ってるのがクスト。人は彼らのことをボムブラザーズと呼んでる。まあ、あの二人の情報はそれほど爆発するようなもんじゃないが、俺が仕事場で聞く噂話と大差ないしな。もし興味があるなら行って話してみるといい。あの二人は無駄話こそ多いが、別に悪い奴らじゃない。他には何かあるか？そうだな。ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔、ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか？ What? The dude was also a country in the fortress of Meropide? そうなのか？ Oke, ya itu menjelaskan sih banyak luka di badannya sih. Nah, 公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。 By the way, do you happen to know anything about the Forbidden Road? 禁域？誰かが作った言葉みたいだが、聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ？いろんなとこで聞いたんだけど、どれも噂ってだけで。知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか？他にはもう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただしカードゲームに付き合ってくれるならな。Dia panggil hati cekin. Oke. It's fun. Jana, kikai ga attara card game o shio. Oke den. Apa di sini? Oh, asoko ni mo hito ga iru zo. Chikazuite kiite miyou ze. だから、そういうことはもともと。待った、君たち誰だ？急に近づいてきて何を考えてる？わあ、ごめん。もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか？なんだ。ただの慣れ慣れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。まあいい、別に馴れ馴れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。Thanks. You guys really nice. クスト、聞いたか？俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか？おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。え？オイラたちってそんなに有名なのか？あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいる奴らはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ？It was just a little mistake. ちょっとしたミスか。気に入ったよ、その言い方。このグループはポジティブな奴をいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああ、もちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。あつかゴシップ、それは違う。情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて、誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていない奴のことも。知りたくないか？よろ、フィラセン。まあ待て、これはどれも金になる情報だ。
僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか。クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。 We ate the most incredible welfare meal recently。 そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるぜ。ナイスファイボン。そうか。実を言うと、ここ最近のサービス職は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半日も手伝いをしてたからな。Oh, jangan-jangan dia bisa tahu dong makanan apa yang dibuat itu yang daging aneh itu. Oh, ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか？すごいぞ。まさかプロの料理人なんじゃないか？その通り。僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら、君たちはもう半分同士。いいか、これから言う情報はメロピデ要塞の現状を見極めるのに役立つものだと肝に銘じておけ。うん、Rafael now just wink at me. Seems like he's saying, "Don't be upset, you good fellow." メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思ってる以上に情報に精通してる。彼が相手をしないとき、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められた奴は医務室に行くときも優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わない奴だよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分仮病を使って労働をサボってるんだと思うぜ。お、si Julie という名前、yang ada kayak buku catatan jatuh gitu。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。ああ、interesting。According to Gusto, the person named Duriel frequent the infirmary. I should take a note of that. そういえば、この間、ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって、最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でも、あのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いつも医務室に行ってる姿を見る。あ？なあ、思ったんだけど。まさか、あそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか？どう考えてもありえないだろう。まあ、あの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし。さすがに考えすぎか。ジュリエを had a confrontation with a girl named Dorfine. Also frequently visit the infirmary. I will remember that too. Yes. 一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。約束通り、生産エリアでリネを探そうぜ。はあ、陰で人を疑うのはあまり良くないな。ウパルナニャ、陰口は叩いてるけど。そうだな。立ち違う！我々は情報を共有してるんだ。ただ陰口を叩いてるわけじゃない。安全生産を心に刻み。
その様子からして調査は順調って感じ。A little something。こういう時は謙遜しないで。情報をたくさん聞き出せたことを認めた方がいいと思うぞ。さすが君たちだね。それじゃ、それを聞かせてもらおうかな。まさかそんなことがね。メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。皇子様が失踪したのは、おそらくここを離れる方法を見つけたからだろうね。さすがは執行官、想像以上に腕の立つお方だ。けどこれだけじゃお父様に報告するのには不十分。皇子様の行方を知る必要がある。お父様から聞いたんだ。皇子様は休暇中ではあるけど、自分の計画を持ってるって。今回の失踪が個人的な目的と関係してる可能性もあるだろうね。Most important thing right now to is yes, the most important thing right now is to catch up him. タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。だからダイビングが得意なやつを探して捜索してもらう必要があるんだよな。話がそこまで進んでるのならもう言わなくてもわかるよ。このどこにいるんだ。彼は今日仕事で忙しいんだ。それに大人数で集まってると人目を引いてしまう。後で僕から知らせておくよ。リスト、We are counting on you。どういたしまして。協力すると言った以上、僕たちは君を失望させはしないから。それにしても、あのリオセスリのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せたものだ。ちょっと感心したよ。オイラたち聞き込みは得意だからな。まずフレミネに同じ道をたどってもらって、皇子様の手がかりを探してもらう。その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後か。そこからさらに 2,3 日はかかるはずだね。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実力が分かってくるもんだからね。旅人、9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できるはずだよ。 We will able to be up Fremine while we are OK, sure. でも一つ君に頼みたいことがあるんだ。皇子様の調査については結果を待つだけでいいけど、近域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで近域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動計画を練らなきゃいけない。というわけでこれは君にしか頼めないんだ。なんだ？難しいことなのか？簡単とは言えないけど大丈夫、君ならできるはずだよ。いい？君には何かしらの理由を見つけて医務室に忍び込んでもらいたい。そしてそこの状況を調査してきてほしいんだ。怪しい動きをしてる人たちがよく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが追ってる秘密が隠されてるかもしれない。君は看護師長と面識があるし、そう警戒もされないはずだ。No. 医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後、それを僕に教えて。でも、あまり無茶はしないように。安全第一でね。Sounds good. I will give it my best shot.ごめん、いつもの癖でつい弟に言ってるみたいになっちゃったね。ひひ、別に悪いことじゃないって。そうだろ。 What if
I am the older brother. それじゃあ次の行動に移るためにオイラたちも早速準備するか。タパディカーかな。わー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 。うん。ここで一旦別れよう。9日後また会うことを忘れないでね。それじゃ。Oke, nggak sengaja pecah. Omae wa koko de jitto shite ro. Oira ga nozoite kuru kara. Dore dore? Noko ni dore ka iru mitai da. Hitori janai zo.Let's try to eyesdrop on them first. それじゃ。よく聞こえないな。やっぱり正々堂々真っ正面から探りを入れようぜ。よし、準備ができたら入るぞ。itu pose itu lagi.大丈夫か。まあどうしたのよ。ほら慌てず、何があったのかゆっくり話して。こいつ急にお腹が痛い、気持ち悪いって言って地面に倒れて、そのまま立てなくなっちゃったんだ。おいらどうしたらいいのか分かんなくて、手足が冷たいし指先もピクピクしてる。それに顔色も何かの中毒とかじゃないよな。ナイスアクティングバイモン。見てみるから、まずは横になりましょう。おお、マイスタメスリー。心配しないで、ベッドまで無事に連れて行くから。ほら、うちの肩に手を置いてゆっくり歩いて。しっかりしろー。Thank you. I'm sorry. 大丈夫。患者さんがごめんなんて言わないの。今から簡単な診察を始めるから、力を抜いてね。Sigewinne has taken out a few instruments and begun to do her checkup.I hope I'm not so healthy that it gets suspicious. なるほど。わかった。ざっと見たけど、命に別状はないから安心して。最悪のケースは心配しなくて大丈夫なのよ。え？そっか。あ、でも。さあ、続けて診察するね。はい、リラックスして。深呼吸を。臓器にも大きな損傷はないのよ。ここを押すと痛む？ It's not too bad. ここは？ That hurt a little. え？ここが痛むはずないのに、おかしい。Oh no, my head bit over the top. ここは？痛む？No, not really. Can barely feel it. わかった。
ね。多分お腹を壊しただけよ。ひどいものじゃないけど、そのピークが来たせいですごく痛かったのね。おそうなのか。大したことなくてよかったぜ。最近他の囚人も食事に問題があるって言ってたのよ。このことは早くシェフのウォルジーさんに報告しないと。とりあえず大事じゃなくてよかった。あまり心配しなくていいからね。あと 2,3 日もすれば良くなるはずよ。ひとまずここで休んでて、うちは薬を取ってくるから。Oh man, gua merasa bersalah menipu dia. Nerubi san, うちがいない間、この新しい患者さんのことを見ててくれる？わかりました。ああ、看護師長のやつ、ぴょんぴょんしながら行っちゃったぞ。Ew, this is infiltration mission is going to much more smoothly than I imagined. Next, there are only two left in the room. Only two people left in the room. Dix, we need just call the woman Lord Finn. So he see the one those frequent visitor to primary. I have heard of it. Would that mean the man next to her is Uriel then? こんにちは。気分はどうですか？ It's not great. I cannot keep staring. It will draw unwanted attention. That guy also seems to have noticed that now he's looking in my direction too. こいつお腹がすごく痛かったみたいなんだ。ここまでフラフラだったし、オイラも心配で。シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫ですよ。彼女はここで一番の医療スタッフですから。でも見た感じ、その医療スタッフってあいつ一人みたいだけど。ま、確かにそうだな。確かにそう。それはあくまで表面上の話です。メロピデ要塞を擁護するつもりはないですけど、ここに閉じ込められている人は全員が無能というわけではありません。ナイスケチャップ、パイモン。罪を犯していても、ここにいる人たちの中には医術の心得がいくらかある人もいて、シグウィンさんの代わりに診察を手伝うこともあるんです。わかったわかった、君の言う通りだよ。ただそれをわざわざ患者さんの前で言う必要はないと思うけど、君だってまだ体調が良くなってないんだろう。なのに随分と元気そうだ。そうですね。すみません、ついムキになってしまいました。体調が悪いのか？あ、持病でね。どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診で、ついでに看護師長が処方した薬を受け取りに来た。こっちのお嬢さんは医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になった気でいるのかもな。もっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。私が動悸をよく起こすのはあなたのせいだってこと忘れてないでしょうね。あもう喧嘩しないでくれ。お二人とも落ち着いて話そうぜ。These two seem to have pretty terrible relationship and only ran to each other because they came here to pick up their the same time.But outside of two of them, there's nothing in the room. All the files on table appear to be patient required box. I cannot check that out now.
There also aren't that many furnaces on. Eh, wait. There seems to be movable heads on over there.いい加減喧嘩はやめろって。どうせみんなそのうち釈放されるんだから、そんなことで言い争ってもしょうがないだろ。でも、釈放されるだって？そんなのまだ先の話だ。それに仮に出たとしても、僕たちみたいなのが元の生活を送れるかなんて誰にもわからないってのに。The presence of movable heads is a strength, but it's a... But perhaps it's my adventure in intuition speaking. But isn't it a bit strange that there is a movable head here of all of the place? You can see. It's hiding something. こんなくだらない話はここまでにしましょう。それから、しばらくここであなたに会わないことを祈ってます、ジュリーへ。それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせてもらう。じゃあな。あいつ、かったるそうに出ていったな。ふん、彼はいつもそうなんです。すみません、こんなみっともないところを見せてしまって。私はルールビー。あいつはジュリエ。あなたたちがあんな変人の相手をすることがないといいのですが。お前、あいつのことが本当に嫌いみたいだな。当然です。ああいう思い上がっていて毎日変な研究のことばかり考えてるやつ、誰も好きにならないでしょ。彼の話はやめましょう。Very research topic. Interesting. 私はもうしばらくあなたに付き添います。シグウィンさんはすぐ戻ってくるでしょうし、薬を飲めばきっと良くなりますよ。Thank you for looking after me. いえ、大したことじゃありません。ただいま。君たち、ちゃんと休んでた？シグウィンさん。お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら。ベッドから降りて走り回ったりしてない？さ、二日分の錠剤よ。一錠飲んだらまたしばらく横になって。そうだ。ルールビさん、さっきは急いで離れちゃったけど、何色の薬を飲めばいいか話したのを。覚えてる？ええ、覚えてますよ。黄色でしたよね。Did they talk about that before we walked in? Why don't I remember? そう、わかった。はい、これが君の分なのよ。今晩は薬を飲んで早く寝て、いい夢を見てちょうだい。Ini udah mulai agak mencurigakan.はい、では失礼します。旅人も早く良くなるといいですね。 Wait! 出た方が旅人。 Thanks? うん、またな。旅人よね。カルテを書くから、いろいろ確認させてちょうだい。あ、さっきの二人がうるさかったから、もう少しこいつを休ませてやってくれないか。代わりにオイラが答えるから。ねえ、分かった。症状は腹痛で吐き気も催してたけど、他に辛いところはあったかしら。うーん、それ以外にはなかったな。そう、薬を飲む以外に他にしておいた方がいいことはあるか。彼はもともと健康体だし、薬を飲めばきっとすぐ良くなるはずよ。その間は軽い食事だけにして夜更かししなければ大丈夫。任せろ。オイラが責任を持って見ててやる。
She gives me a look at me as she's trying to take a nap, like it sees it. Are you sleeping? No, it's okay. Take a rest. いろんなところを旅してきたんだ。あいつはああ見えて誰よりも頼りになるやつなんだぞ。そうなのね。じゃあ君たちは最高の仲間同士ってところかしら。心配しないで、彼は良くなるから。お、起きたのね。気分はどうだ？お前ずいぶんぐっすり寝てたな。オイラたちずっとそばにいたんだぞ。I feel a lot better. Thanks you both. そう。安心して。もう帰っても大丈夫だから。定期的に薬を飲むのと、食事は軽めにすることを忘れないでね。最近お腹を壊す人が多いのよ。なんとかしないと。おばれだけですよ。お前よくあの状況で眠れるよな。寝言までつぶやいて。こっちはヒヤヒヤしたんだからな。Did I say anything I shouldn't have?それはなかったけど、お前ずーっと、はいもん、焼けた金を取らないで、洗浄車をそこに置いて、とか、データラムのことバーカつぶやいてたぞ。お前が寝てる間、おいらずーっとあの看護師長と話してたんだけど、すごい素直なやつだし、部屋に怪しいところもなかったぜ。ひょっとして、おいらたち、調査する方向を間違えたんじゃないか？ Are we really off track though? There's still a few weird things about the place. That movable heads on the ground as well. As well as the questions they go in as Bobine. Also,Were they already talking about their men while we are walking in? Oh, and was Lord Finney and Julie's argument genuine, or were they just putting up on the show? Come on, hear me up. Oh, よくそんな些細な点に気づけるな。とりあえずその情報をリネに伝えよう。
ここ数日トラブルには合わなかった。オイラたちスケジュール通りに労働と生活をしてるから特にこれといってなかったぞ。うん、ならよかった。つまり医務室への潜入も疑われなかったってことだ。君たちからのメッセージは読んだよ。フレミネも2日前に無事パイプを通って外に出た。それから昨夜リネットには計画通り仮病を使って医務室に忍び込んでもらってる。あいつも医務室に？前回君たちに下見をしてもらったのはすでに追加分の仕事だったからね。率直に言ってフレミネの力を借りるのと引き換えだったとしても十分すぎるほどよくやってくれたよ。人目がある拠点への潜入は一度きりの調査とは違う。同じ人を可能な限り使わないようにし一人一人の疑いをできるだけ最小限にすることが大切だ。リネットも僕たちのために君が最初の一歩を踏み出してくれたことを認めてる。リネット、うまくいくといいな。 I'm not opposed helping you。 ああ、そうみたいだね。君たちは優しいから僕たちは誰よりもそれを分かってる。でも前に言ったことをまだ覚えてるかな。僕たちの立場の違いを。君は言ってた。ファディと君たちの間には少なからず因縁があるって。僕はその気持ちをよく理解してる。つまり君たちは純粋な善意で僕たちを手伝ってくれてるんだよね。旅をしてると人との絆をよく見るからな。オイラたちが困ってる時もお前も助けてくれよ。もちろん。でも君たちを友達と見ているからこそなおさら危険な目に遭わせるわけにはいかない。リネットとフレミネもそう思ってる。 I get it now。 うん、ならよかった。さてフレミネが戻ってくる前に一緒にリネットの様子を見に行こう。うまくいってればもう調査はほぼ終わってるはずだ。この時間に行って大丈夫なのか？僕が観察したところ看護師長のシグウィンは昼食前の約30分医務室から離れる。リネットもそのタイミングを把握してるから今行けばリスクはあまりないはずだよ。Oh yeah, we heard about that too。 それに僕はリネットのお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが妹の体調を気遣うのは何も不自然じゃないでしょ。よし、そうと決まれば早速行こうぜ。Oke, kita lanjut lagi berarti ke Irfan. Sorry, mas. Linet, ada di sana? Apa? Linet? ないみたいだな。でもリネットもいないぞ。Would she have gone a lit? そんなはずない。リネットは軽率な行動をめったに取らないんだ。それにもし予定を急遽変更することになっても必ず何らかの方法で僕に伝えることになってる。What do? I got it。 もしかしたら ketahuan けど一時的に離れただけかもしれないだろう。とりあえずここで手がかりを探しながら少し待ってみようぜ。ああ、本がいくつかあるな。それにカルテっぽい書類も何枚か。
ディープケア、患者を喜ばせる方法、感情の裏にある原因をシンプルに理解する、笑いの意味。Wait a minute, itu aneh untuk bagi catatan. なんか面白そうな本だな。看護師長ってこういうのを読むのか。Oh. 他人の意図や気持ちを理解するのに役立つ本もあるけど、これってあいつがメリュジーヌだからか、それとも患者の心を理解する必要があるってことかな。看護の仕事をする上でそういったのも必要なことだから不思議じゃないと思うよ。人が寝ていた形跡のあるベッドは一つだけ、それ以外は整えられてる。それってリネットが横になったベッドだろ。仮病を使ってここに来たわけだし。ああ、偏頭痛がひどいっていうのを口実にね。通常であれば看護師長はリネットを横にさせて薬を取りに行くはず。 But this bed is still unmade。 リネットが横になってからこのベッドを離れるまで看護師長は戻ってきていないってことだね。あるいは看護師長はベッドを整える気がなかったのか。Oh no.Just not a good sign. Oh, the hatch! Okay, dungeon. これって前も見たよな。カモフラージュが下手ってわけじゃないけど、少し不自然な感じがするね。仕切り板の裏側は空洞になってる。このサイズからして分解しないと入れないものじゃない。おそらくどこかに仕掛けがあるはずだ。まさかリネットはここに入ったとか。いや、ありえない。リネットはこういう状況で勝手な行動を取らないし、きっと先に僕に連絡するはず。他に手がかりがないか見てみよう。落ち着いて、まずは周囲を見て回るんだ。The look on the Lena's face. He definitely began to panic. Don't panic. He probably said that subconsciously more for himself than anything else.紙切れが落ちてるぞ。紙切れ、文字が書いてあるな。あれ、これってあんたらの習慣にのっとり、ここはカードや紙切れで情報のやり取りをしよう。これは一種の挨拶のようなものだ。これは、あれ、でもこれしか書いてないぞ。Is there anything on the back? 裏？あ、これ。見せて。急に顔色が悪くなったけど、どうしたんだ？おいらにも見せてくれ。さあ。ファデュイのメンバーであるリネットちゃんが今どこにいるのか当ててみるといい。まさかリネットはもう、リオセスリのやつ、まさかわざと医務室に誘い込んで僕たちをはめたんじゃ。 What the Duke? でもそうなるとあいつは最初からオイラたちの目的を知ってたってことになるよな。でもオイラたちが前回ここに来た時は何も危ないことなんてなかったぞ。その後も特に何もなかったし。 Why would he choose to act during our second infiltration attempt instead of the first? そう、そこが問題だ。
リオセスリは。あいつは明確な目標がないと動かない。つまりあいつは最初から君のことを警戒していなかったことになる。旅人、君と僕たちの立場は違う。君はヌビレットさんの使者であって、彼とは対立関係にない。それに引き換え僕たちは。Wait, why did he only go after Lynette? それは僕も聞きたいね。どうしてリネットだけ？落ち着け、考えるんだ。冷静にならないと。これは前とは状況が違う。そうか。君の言う通りだ。また、まさか。フレミネが無事にメロピデ要塞を出られたのも、リオセスリがわざと見逃したから。おー、本当、本当、チャレしてるでね。でも、フレミネがここを離れて、公爵に何のメリットがあるんだよ。 Oh my god, itu duit jenius banget, anjir, jadi pancingan. I get it now. It deliberately made them both disappear. あいつ、挑戦状を叩きつけてるんだ。僕への挑発ってやつだよ。間違いない。わぁ。よっぽどメイクアップではヒラ。くそ。フレミネを外に出すべきじゃなかった。パイプから送り出すとき、ちょっとした細工で干渉を回避できたのは、運が良かったわけじゃなかったんだ。もしリオセスリが意図的にフレミネを逃がしたんなら、フレミネは今危険な目に遭ってるかもしれない。リネが少しパニックになってる。何か言わないと。リネ、calm down。自分を責めるなよ、リネ。オイラたちがタルタリアのことを言わなかったら、フレミネがここから離れることはなかったわけだし。責めるなら、オイラたちを責めてくれ。いや、今回の行動の責任者は僕だ。正体のリーダーである僕が。二人を守れなかったのが悪い。リオセスリに会いに行く。やけになるなって。おい、お前もなんか言ってくれよ。リネットがまた誰かにさらわれるなんて僕には耐えられない。行かないと。リネットとフレミネを取り戻す方法を僕が見つけるんだ。What? ええ、私はこの点について変える余地があると思います。ダメっていうわけじゃないが、何度もテストする必要がある。そう、分かった。それじゃあ時間には注意してね。誰かいる。物を隠して。外で誰かが盗み聞きしてるみたいね。部屋から声が聞こえなくなったらすぐ中に入ってくるはずよ。誰か助けてくれ。こいつが倒れちゃったぞ。いいな、このアクティングやんじ。おい、大丈夫か？あの二人ね。やっぱり彼らの嗅覚は鋭い。ここまでたどり着けるなんて。本当によかった。うち、お利口な人は好きよ。複雑なことなんて全くわからないキャラを演じるのも好き。人に信頼されるって感じがたまらないから。Holy shit! I knew the predictまあ、どうしたのよ。ほら、慌てず、何があったのか、ゆっくり話して。人の表情を読めると、何かと役に立つの。おい、リネ！まずい、追いかけ
執務室に先回りしてリネを止めよう。Wah, ini sih kalau kita lawan di Riot Ashley keren juga sih jadinya. Dio Cecily, keluar kau! Yare yare. Koko wa ichio koumu wo tori okonau ba nan da.もう少し風切ってもんを気にしてもらえないかな。リネットはどうした？ああ、彼女なら医務室で会ったぞ。偏頭痛がするって言うからお茶を振る舞ってやった。ちょうど頭痛に効くお茶を持っていてな。ふざけるな。リネットとフレミネをどこにやった？聞いた話によると、あんたらのショーはそりゃもう素晴らしいんだろ。リネットちゃんなんか水槽から一瞬で別のところに移動するって。今振り返ったら彼女がそこに立ってるかもな。振り返らせようとしてる？いや、僕を襲うつもりはないはず。人質は彼の手の中にあるし、こうして雑談を続けるってことはリネットもおそらく死んでいない。君は僕たちが医務室を調査してるって知ってたんだろ。旅人があそこに疑いの目を向けるよう仕組んで、僕たちに調査させるよう誘導した。それでリネットをさらうための隙を作ったんだ。うん、フレミネの脱獄、いや孔子様さえも君は止めなかった。君はわざとあの方を逃がすことでファデュイのスパイを取り除こうとしたんだろう。そんなことをする必要はない。メロピデ要塞はいい場所だ。ほとんどの人はここでの暮らしを楽しんでる。何かを企んでるやつ以外はな。その点あんたらは分かりやすかった。君はスパイを排除した上で孔子様が失踪したという情報を流したんだ。だからお父様は僕たちをここに送ることになった。フレミニも君に捕まってるんじゃないかい？そこまでの手腕を持ちながらどうして人質なんかを取るんだ？一つ訂正させてもらおう。リネットちゃんは俺が預かってるが、フレミネ君はいない。いない？じゃあ目的は一体？リネ！おっと、ちょうどいいところに。人も揃ったし、これで何度も説明しなくて済む。協力に感謝しよう。Where are Linette and Fremine? 熱心なことだ、旅人。残念だが、俺のところにいるのは、お茶を飲んでるリネットちゃんだけでな。あんたらの約束ではフレミネ君は今日帰ってくるはずだったんだろう。けど今になっても姿を見せない。かといって俺のところにもいない。さてどこにいると思う？君、まさかフレミネが海から戻れないよう何かしたんじゃ？中と外をつなげるメロピデ要塞の扉を閉めただけさ。でもフレミネはダイビングが得意なんだし、きっと大丈夫だろ。いや、僕たちはまだここにいる。フレミネはきっと何とかして戻ってこようとするはずだ。地上に戻ったなんて考えにくい。俺がなぜこんなことをしたと思う？それはあんたと話をするためだ。俺の知る限りリネ君は高名な魔術師だからな。有名人と交渉するにはそれなりの手札を用意しないといけない。それにあんたがリネットちゃんに言ってたことを覚えてる。
仕事においてもプライベートにおいてもメロピデ要塞の主に会ってみたい。そうだろ？僕たちが監獄に入る前から目をつけてたってわけか。ルカがたまたま耳にしただけさ。さて、そろそろはっきり言わせてもらうとしよう。あんたらとのお遊びは結構楽しめた。だから目をつむってやろうとも考えたんだが、禁域に侵入しようとしてるのなら話は別だ。リネ君、あんたは今不利な状況にある。リネットちゃんは俺のところにいるし、フレミネ君もまだ海の中。こちらが扉を開けなければ彼はいずれ大変なことになる。そこでだ、二人の安全と引き換えにリネ君に一つだけ頼みたい。オーマイガーディ。あんたの上司に連絡してくれ。できれば彼女をお茶に誘えると一番いい。ギラ、いや、もう運だし、アルケリーノ。お父様に。どうしてお父様がそれに応じなきゃならないんだい。可愛い我が子たちがこっちの手にあるからさ、三者面談に参加してもらうには十分な理由だと思うが、あんたらハウスオブハースの人間は家族みたいに仲がいいって聞いてるよ。多分応じてくれるだろう。お父様はなんで僕たちにメロピデ要塞のことを処理させてると思う？ここはほぼ無法地帯だ。尊い執行官であるお父様が自ら来るなんてことは絶対にない。なるほど、ここがお気に召さないというわけか。いい茶葉をたくさん集めてるんだがな、ヌビレットさんやフリーナ様にも結構プレゼントしてる。君たちだけでお父様を傷つけられるとでも？僕にどんな圧力をかけようと、僕たちを利用してお父様を脅迫するなんてこと絶対に許さない。あんたら本当に頭が固いんだな。ただお父様と会って話がしたいだけなのに。彼女だってメロピデ要塞の秘密を知りたがってるんだろう。リネ君、もう一度チャンスをやろう。召使いをここに招待するか、あるいはリネ。Why do you have to do this?そうまでして？だって当たり前のことだと思うが、はじめにメロピデ要塞に近づいてきたのはファデューイの方じゃないか。スパイを排除したのは警告のためだったが、それでもあんたらは引かなかった。だからこうしてあんたらのボスと直接交渉したいと思ってるんだ。リネットちゃんは自ら進んで俺の視界に入ってきたし、フレミネ君の脱獄も自発的なものだった。誰がどう見ても俺の責任じゃない。だろ？僕は、僕たちのせいでお父様を。六、五、待って、僕は。二、1。タイムオーバー。残念だ、リネ君。待てて。交渉決裂だ。お引き取り願おうか、紳士淑女の皆さん。俺はアフタヌーンティーを楽しまなければ。This way, can we really not talk about this some more?あんたら何のトラブルもなく過ごせてきたのはヌビレットさんのおかげだって分かってるだろ。あの人の依頼でここまで降りてきたんだ。
俺もできるだけ邪魔しないようにしてきた。だが、それは別にあんたらが好き勝手するための免罪符じゃない。狭いところには、狭いところなりのポリシーがある。I want to save Remine and Minette too. Hmm. 確かに、実力を持つ者にはもっと敬意を払うべきだな。コシオ、俺のテリトリーで随分と走り回ってきたんだろう。その調査の成果を見せてくれ。三つだ。三つの質問に正解したら、あんたの要求を飲もう。では第一問。生産エリアの隠しルールについてだ。三日連続で労働をしてはいけない。その裏にある真相は？I don't believe he's asking about the hidden rule. I recall correctly, if you keep working without any rest, during lunch hour on the third day, you will find a portion of strength meat in your welfare meal. Good thing that we already run through investigation on this. Let's see if I can have the clue. I should be able to find the answer if I can piece everything together. At the end, not this again. You brute.The rules of action. Level 9. Of strength. Yes.昼飯前の30分、医務室にはいつも誰もいない。この時間帯、看護師長のシグウィンはどこに何をしに行ってるんだろう。フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許可権の価値を軽んじていたからだ。公職は特別許可権の価値がわからない愚か者しか彼らの飲み物を買う人はいないと思ってる。フォンタ社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてる。テストする理由は、開発部門の人ですらこの新商品研究ノートにはこう書いてあった。コリンズの話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。Oke, ini agak pusing ya, gue mau cari tahunya ya. Who will see if you keep working? シグウィンはいつもフォンタ社の販売促進員は、コリンズの話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。研究ノートにはこう書いてあった。昼飯前の30分、イム…え、ちょっと…Kalau bukan tentang mel, Kirimeshimae no 30 pun. Kenkyu noto ni wa kou kaite. Tang dia ya. Naruhodo. Wakatta zo. Soyu koto datta no ka. Oh, jadi kalau lu bekerja 3 hari berturut-turut, jadi ya yang buat bebannya itu si ini ya, si Gewinnya ya. Sesan area no kakushi rule wa 3日連続で労働をしちゃいけないってものだ。もし破れば3日目のお昼のサービス食に不気味な肉が出てくる。Bawa ke sini pula. 最初はこの肉が失踪した人と関係してるんじゃないかって思ったけど、実際は看護師長のシグウィンが用意したものなんじゃないか。シグウィンはよく生産エリアに行って労働者の体調を観察してる。3日連続で働いて疲れが溜まってるやつがいたら、シグウィンはそれに気づくんだ。で、
あいつは親切心と看護師長としての責任感から、お昼ご飯の前に特別許可食堂に行って料理をする。おお、そして疲れた人のためにスイカの一品を作ってるんだ。いやいやいや、make sense, make sense. Oh, jadi karena tiga hari berturut-turut, di hari ketiga lo mau makan, si Guinenya datang ke kafeteria, masak makanan, jadi dia yang buat, makanya makanannya itu aneh gitu. Kono surprise wa yokare to omotte yatteru koto de, Shigui wa minna ni baretaku nai to kangaeteru. Kedo メリュジーヌっていう種族は世界の感じ方も美的センスも人間と大きく違う。Nah iya, karena perspektifnya Melusine sama manusia berbeda, makanannya pun juga beda buat kitanya. そのせいで特別であるはずのサービス食も受け取った人からするとただただ不気味なものに見えてしまった。だからそこに込められた心を全く感じられなかったってわけだ。オイラのこの回答どうだ？おお、なるほど、悪くない。シグウィン看護師長のことに気づいた上にその意図も見抜いた。看護師長の人間に対する愛が無駄にならなかったというわけだ。さて2問目は鉄拳闘技場の隠しルールについてだ。両方の選手の投票権を同時に買ってはいけない。その裏にある真相は？The rules of the preparation ring. I remember. Someone tried to support boxer at the same time. They will receive packets the next. Contain the strange blood color.I also done a lot of research on that means for what I'm on and come up with a correct answer. Nama dikasih botol. Wah. Collins の話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。Ini pasti yang pertama. Shiguin はいつもフォンタ社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてる。テストする理由は、開発部門の人ですらこの新商品に対して疑問の声を上げたからだ。フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許可権の価値を軽んじていたからだ。公職は特別許可権の価値がわからない愚か者しか彼らの飲み物を買う人はいないと思ってる。フォンタ社の内部情報によると名前もいやんかとはフォンタ社の販売促進おしゃけおあいうあくべとだらんよばあんぱたまごぱあんごぱよしわかったぞ。これも別に怖いものじゃないな。鉄拳闘技場の隠しルールは両方の選手の投票権を同時に買っちゃいけないってものだ。もし買うと次の日に不気味な血の色の液体が入った荷物が届くことになる。瓶に入った液体を初めて見た時、思わずそれを失踪した選手と結びつけて怖くなったけど、実際は名前もパッケージも決まってないフォンタ社の新商品サンプルだったんじゃないか。おお、it's trial product。血みたいな飲み物。道理で開発者たちの間で疑問の声が上がったわけだぜ。いや、かな、メラニャとケダラやけど。だから、フォンタ社のやつらはまず、試飲をしてもらって、人々の反応を見ることにした。そいつらはメロピデ要塞に来ると闘技大会と協賛したんだ。でその機会を利用して反則を考えたけど、ある壁にぶつかってしまう。それが公爵だ。メロピデ要塞において特別許可権は貴重なもの。
だから公爵はその価値を知らない愚か者しかフォンタ社の飲み物を買わないと考えた。え？そして闘技大会で両方の選手の投票権を買う人は明らかにその条件に合う愚か者ってわけだ。ああ、よしよし。その件をそこまで調べ上げるとはな。あんたらの実力を認めざるを得ないようだ。だが、あんたらの話を聞く限り、そのフォンタ社の販売促進員はいささかおしゃべりらしい。彼らとの協力を見直した方がいいな。それじゃあ最後、三つ目の質問だ。医務室にいる患者たちと俺の看護師長、彼らは一体どんな秘密を隠している？Aduh, ini yang gak kita ketemui. We haven't collected enough info to answer that question. 僕たちはそれの調査中だったんだ。真相を知るはずない。それが分かってておちょくってるんだろう。最初から助ける気なんてなかったんじゃないか。リネイ。報いを受けろ。リネイ、大丈夫か？危ない危ない。看護師長の銃のおかげで助かった。なんてことないよ、公爵。看護師長？この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃんと使えるのよ。シグウィン、君。Are you his compliant in all of this?勘違いしてるみたいね。うちはメロピデ要塞の一員だから、メロピデ要塞を守るのがうちの責務なの。最初ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣した時、あの方はこう言ってた。うちの仕事はここの人たちの面倒を見ることだって。うちはただ使命を遂行しただけなのよ。その理屈ならリネたちだって囚人でここの一員だろ。なんであいつらの面倒は見ないんだよ。でもうちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り彼らを守ってたのよ。じゃなきゃもっと違う結果になってたもの。それは公爵も認めてくれるはずね、公爵。看護師長、あと数分は待ってくれてもよかったんじゃないか。どうせもうそろそろ時間でしょ。公爵ってばたまに困ったことをするんだから。うちはただちゃんと公爵とお話がしたかっただけなのに。何言ってんだ、何の時間だよ。二人を解放してくれ。その代わり僕を。感動的だな。もう一分くらい見とくか。もうやめてあげなさいよ。まあそうせかすな。もうじきお客さんが二人到着する。まずはお茶を飲ませてくれ。看護師長、リネットちゃんのことは任せた。何をする気だ。足音が近づいてきた。ちょっとどいてくれ。おいおい、クロリンデさん、扉が壊れるだろう。クリミネ、クリミネ。どういうことだ、なんでクロリンデがここに。仕事だ。リネさん、さっきは打ってしまってごめんなさい。麻酔の効果はもうすぐ切れるはずだけど、あんまり無理しないでね。フレミネの身に何があったんだ。
海にいたはずなのに、なんでこんな状態に。顔が赤く脈が速くなってる。原始大海の水を摂取した時の症状ね。なんだって。ちょっと下がってて。フレミナさんをもっとよく見るから。他のことは頼むね、公爵。詳しいことはクロリンデさんとの話を終えて、あんたらがフレミネ君をいるべき場所に送ってからにしよう。容体は？フレミネさんの症状は短時間のうちに大海の水を過度に摂取したせいで引き起こされたものね。でも命に別状はないのよ。もちろんしばらく経過観察を続けた方がいい。とにかくこのまま少し休ませて、落ち着いてきたら医務室に移しましょう。ごめん、医務室にはもう行きたくないよね。けど医療設備のある部屋はあそこだけなの。だから仕方なくって。メロピデ要塞から脱出した後、どうして大海の水を摂取することに。どういった経緯が。フレミネさんをちょっと見ててもらえる？薬品と呼吸器を取ってくるから。それとリネットさんを連れてくるね。リネットはどこに。無事なんだね。彼女は麻酔を打たれて空き部屋で寝てるだけよ。そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど、うちと公爵は本当にお茶とお菓子を用意してたの。何その顔は。十分早く戻ってきたと思うけど。いやいや、時間通りだなと感心してただけさ。もう少し遅かったら看護師長はリネ君にもう一発打たなければならなかったからな。んで外の状況は。水質が変わった。予想とほぼ同じで、原始大海の水の濃度が明らかに上昇してる。私みたいに短時間なら平気だけど、長く水中にいるとあんな風になってしまう。彼を見つけた場所は？パイプの突き当たりにある排気エリア。水の中に入ってから少し離れたところだった。思っていたより近いな。フレミネ君は早い段階で異常に気づいて引き返したんだろう。扉を閉じたのは正解だった。もう一人ここから出ていたら助けられなかったかもしれない。こっちは善意でやったって言ったのに、誰も信じてくれなかったんだぜ。ヌビレット様なら信じてくれたかもしれない。あの人はどう見てもマイナスな状況から好意的な動機を導き出せるから。ふう、もういい。紅茶でもどうだ。私は不要だ。自分が飲みたいならそう言えばいい。はいはい、俺はお茶を飲むが。
あんたもついでに一杯どうだ。付き合ってもいい。ところでタオルはある？髪を拭きたいんだ。ミネ、大丈夫か？大丈夫だと思う。みんなここにいるから僕は大丈夫。どこか具合が悪いところは？手足に力が入らない。多分麻酔の影響が残ってるんだろうね。心配しないで。みんな、ただいま。お兄ちゃん、旅人、パイモン。フレミネ、フレミネを。無事よ。ちょっとお菓子の手伝って。呼吸が落ち着いてきた。手を貸して、フレミネさんを医務室まで運んでくれる？僕がやるよ。リネット、一緒に行こう。旅人、君も心配そうだけど、一緒に来る？公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分、お茶でもしてるのね。後で公爵が本当のことを必ず説明してくれるはずよ。クロリンデさんも海から戻ったばかりだから、ちょっと休ませてあげましょう。砂糖は入れるか？結構だ。急がなくてもいいのよ。目が覚めた。フレミネ、具合はどう？リネ、リネット。うん、みんなここにいるよ。ここはどこ？メロピデ要塞の医務室なのよ。フレミネさん、もう危険な状態はほぼ脱したから安心して。気分はどうだ？辛かったら無理するなよ。旅人にパイモン、久しぶり。そうだ、海水に問題が。慌てないで。その話は体調が良くなってからにしよう。ううん、聞いて。とてもとても危険な状況なんだ。海水に大海の水が混ざってる。原因はまだわからないけど、あの水には絶対に触れないで。 What happened after it's not in the pipe? パイプ？そうだ、パイプ、思い出した。Maka kita akan dapat trialnya Freminet? Berarti ya iya?よし、入れた。うん、雰囲気からして随分長いこと使われてないみたい。ここはもう廃棄されてるのかな。
孔子様はどこに。Pintu lagi. この装置、誰かが動かした形跡がある。もしかして、あの方が。Tidak, aku lebih suka di game yang ini. Gua jatuh. Okay, gua nggak nyangka itu.Pagarnya itu si yutto kayaknya tempatnya udah terbengkalai ya.何かに引っかかってる、うん、回すには邪魔してるものをどうにかしないといけないみたい。なんか俺だ。オブサー、オッケー。ワナイケン。はっ。あ、な、そうは。あ、It's tricky. Karena ada yang kepikiran nanti.Tombol untuk putarnya itu mesti ke bawah lah gitu. Wah, hampir jatuh lagi. Pas banget kalau jatuh lagi. Bangunnya lumayan udah terbang kalah banget sih.歩けるのはここまで。よし。孔子様はおそらく水の中に潜ったはず。僕も行ってみよう。ここ水草が少なくなってる。それに不自然な痕跡も多分人によるもののはず。こっちだ。ここにも痕跡が。引き続き進もう。ああ、いやどこはね。痕跡が消えた。でも。この辺りに出入りできるところはなさそうだけど。待って、何これ。苦しい。心臓がドクドクいってる。呼吸もだんだん苦しくなってきた。これどういうこと。ダメだ、戻らなきゃ。みんなこの状況を知らない。今すぐ引き返せばまだ間に合う。お、oh, itu apa tuh dampak negatifnya? Lala, ini agak mengerikan sih experience-nya.倒れちゃう。ダメ。まずい。状況が
どんどん悪くなってく。水の中で意識を失うわけには。僕、踏ん張らないと。つまり手がかりは途切れて、孔子様の行方もそこでつかめなくなった。でもそのあたりに出入りできるところはなかったと。そう、僕必死に泳いで引き返したんだけど、あと少しで元の場所に戻れるってところで、どうしても力が出なくなって、その後多分気絶したんだと思う。起きたらここにいた。クロリンデがお前を助けたんだぜ。でもオイラたちもどういう経緯であいつがメロピデ要塞に来て水中からお前を助けたのかは知らなくって。クロリンデさんが。お礼を言わなきゃ。もう少し休んでから行った方がいい。フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんはお客さんとしてあと数日ここにいるはずよ。リネットさんの言う通り、急ぐ必要はないから大丈夫。お客さんって、リオセスリのお客さんってこと？この件についてはうちじゃなくて公職に直接聞いた方がいいかな。あの人ならきっとうちよりうまく説明できるから。待て、I will go talk. そうだな。そろそろあいつにははっきり説明してもらわないと。リネも一緒に来るだろ？いや、君たちだけで行ってきてくれるかな。僕はまだしばらくここを離れたくない。お兄ちゃん、今は安全だって頭では分かってるけど、離れられないよ。リネットもフレミネも危険な目に遭ったばかりなんだから。うん、分かった。じゃあしばらくこのまま一緒に。なら医務室は君たちに任せていいかしら。うちは旅人とちょっと出かけてくるね。しばらくは誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよ。ありがとう。リネ、ごめんなさい。私もごめん、お兄ちゃん。もっと慎重に動くべきだった。そんなこと言わないで。全部僕が悪いんだ。慎重にすべきだったのは僕の方だよ。二人はあと少しで。僕がもう少し有能だったら、今頃孔子様を見つけられてたかもしれない。違う、そんなこと言わないで。え？あ、ごめん。つまり私たちみんな慎重じゃなかった、そういうことでしょ。これは連帯責任だね。うん、そう、連帯責任。お兄ちゃん、心配してくれてるのは分かってる。私たちも今お兄ちゃんのことが心配だもん。だからそんな顔しないで、元気出して。ああ。